RPG-29 はソビート連邦で開発された携帯式対戦車ロケット敵弾発射機。1989年採用。バンピールとも呼ばれる。名称はロシア語で携帯式対戦車敵弾発射機を意味するの英字綴りであるルスノイプロティバタンコビウレアナトーマットの頭文字を取った略称から作られた。英語の分け表記ではロケット プリペルドグレネードと綴られるが、これはバクロニムであり、厳密には誤りである。弾頭の装填は、従来の RPG シリーズとは異なり、発射機の後部から装填する。方針長は 1850mm と、従来の RPG シリーズに比べて極端に長くなったので、傾向時には、 RPG-7D や RPG-16 と同様に方針を前後で2つに分割し、分解と組み立ては素早く行えるように設計されている。なお、全部方針に装着されている引き金周りの部分は、RPG-16 によく似ている。照準装置については、HP38 光学照準機もしくは HPN51 から、アン心式照準機が、 装着可能であるほか、方針に予備のアイアンサイトが標準装備されている。RPG-29 の弾頭には、PG-29V と TBG-29V の2種類が製造されている。PG-29V は対戦車用の弾頭で、メインの弾頭の全部に爆発反応装甲を排除するための小型弾頭が取り付けられている。 TBG-29V は、対人用の弾頭で、サーモバリック爆薬を充填している。PG-29V と同様に、直径 105mm のタンデムヒート弾を使用する弾薬として、RPG-7 と、RPG-27 用の PG-7、VR、RPG-32 用の PG-32V が、正式採用されている。 この3種類は、装甲間鉄力も、ほぼ PG-29V と同一である。また、TBG-29 と同じ固形 105mm のサーモバリック弾頭である G、RSA1G-1 と RPG-7 用の TBG-7V、RPG-32 用の TBG-32V が存在するが、これら4種の弾頭の構造と、 威力もほぼ同一であると思われる。RPG-7 と同様にゲリラなどにより幅広く使用されており、2006年のレバノン侵攻においてはヒズボラが使用し、イスラエル国防軍のメルカバを行動不能にしたと報道された。2007年5月、英国防省は2006年8月にイラクのアマラで、 イギリス軍のチャレンジャー2が RPG-29 による攻撃を受け、車体前面の爆発反応装甲と車体前面の装甲を貫かれて3人の乗員が負傷していたことを発表した。ただし、チャレンジャーの装甲は、砲塔の全部と側面前半部と車体上部前半部のみが複合装甲であり、車体下部は通常の筋質圧延鋼装甲であるので、これをもって、 第三世代主力戦車の複合走行を正面から撃破できると考えるのは尊敬である。ありがとうございます。